抵抗ペンギン最強の退職代行 VS 最悪のブラック企業。ああ、日本の転職率離職率が過去最低の数字に。いよいよ我が国も成熟したということか。もう耐えられません。某企画を退職させてください。なあ、退職届が。時は転職世紀末。一度入れた社員は絶対に逃さない企画という最悪のブラック企業がはびこっていた。我が社からは絶対に逃れられないのだ。もう退職届なんてケツを拭く紙にもなりやしねえ。ほら、さっさと仕事に戻れ。ちくしょう。はあ、毎日残業で帰りはいつも終電ギリギリ。お金もね、休みもね、その上退職の自由すら奪われて。誰か僕たちを退職させて。流れ星お願いします。神様、僕たちを退職させてください。その願い聞き入れた。え、パンダさん、あそこ。俺がお前らを退職させてやると。失敗したマジシャンの方ですか。おかしいな、空を飛べるはずだったんだが。まあいい、俺はペンギン、退職代行だ。退職代行。お前らは俺が必ず退職させてやるから安心しろ。さっきの登場を見てたら不安しかありません。でも某企画をやめられるなら何でもいいよ。そうですね。それじゃあ早速退職手続きを始めていく。いく。退職の意思表明。翌日。お、新入りか。俺は退職代行だ。この二人に依頼されて辞めさせに来た。なーに。おーい、みんな集まれ。パンダとシャチから重要な話があるらしいぞ。なんだこれは。突然辞めるんだから、なんで辞めたいのか一緒に働いてきた仲間に説明するべきだろう。自分たちだけ逃げる気かよ。大して仕事もしてないくせに。仲間に迷惑かけてまで辞めるんだから、ちゃんとした理由なんだろうな。退職するしないは個人の自由のはずだ。それを止めるということはちゃんとした理由があるんだろうな。それはないなら退職手続きを進めるぞ。待て、お前らが辞めると仕事が止まる。その分の損害賠償は請求させてもらうぞ。なあ、いいぞ。ねえ、正気、僕たち払えないよ。大丈夫だ。これは某企画の最近の営業資料だ。彼らが直近1ヶ月で売った案件は100件、1件あたりの売上は15円、つまり損害は1500円だ。なんだって。というか1件あたり15円でこの会社何売ってるの。石臼についてる棒を回転させて得たわずかな電力を売ってるんだよ。世紀末の囚人がやってるやつ。1500円でいいならコンビニバイトを2時間すればお釣りが来ますね。マジかよ。じゃあ俺もやめようかな。早速退職代行に電話するか。そうしようぜ。やめてくれ。退職届の受け渡し。辞める意思表明もしたし、退職届を提出する。つーん、何してるんだお前。お前らが退職したいと思うのは勝手だが、俺は認めん。受け取りを拒否する。まずいよ、こうなったら上司は床でローリングギャン泣きするまで止まらないんだ。返事かよ。まあいい、それなら退職届をメールで提出しよう。ダメです、上司さんはアナログ人間なのでメールアカウントを持ってないんです。お前本当に現代人。俺は時代に流されない硬派な男だ。時代に置いていかれてる化石の間違いだろ。なら内容証明郵便で上司宛に退職届を郵送する。これなら退職意思を記録として残せるからな。数日後。な、郵送した内容証明郵便が戻ってきている。宛先不明。確かに住所を確認して送ったはず。某企画に何かあったのか。そんな、某企画のビルが消えている。だから郵便物が戻ってきたのか。でも突然消えるなんて。の、なんだこの音は。こちらの方が一枚上手だったようだな。えかよ、これで配達物を永遠に受け取らなくて済むな。じゃあペーパーカンパニーとして国に通報する。な、お前卑怯だぞ。退職届を素直に受け取れば見逃してやってもいいぞ。さあ、お前が皇帝ペンギンじゃなくてマゼランペンギンだって SNS でバラしてやる。俺アデリーペンギンなんだけど。離職票の作成。退職届も渡したし、次は再就職に必要な離職票だな。残念だが、それは渡せんな。あれを見ろ。何も見えない。目で見るな、感じろ。
裏でパンダとシャチが仕事してるだろうが。無茶言うな。こんなに仕事できません。離職するには仕事をしていないことが条件。やつらはまだ仕事中だから離職にはならん。こんなの一生やっても終わらないよ。間違えた。またやり直しです。終わりの見えないプレッシャーでミスしまくってるな。その仕事を完璧に片付けたら上がっていいぞ。そうか、なら俺が代わりにやる。パンダ、シャチ、代われ。おお、あの手さばき、まさか。そうだ、俺は元社畜。ブラック企業にこき使われたおかげで憎悪がたまり、転じて退職代行になったんだ。やはりか。俺の手にかかればこのくらい。ほう。すごい、あんなにあった仕事が一瞬で。約束通り離職票を渡してもらおうか。そんな約束してません。悔しかったら証拠を持ってきてください。その仕事を完璧に片付けたら離職させてやろう。あー、いつの間に。退職時にはこういった口頭で言った言わないが発生しやすいからな。おのーれ、キマイペンギンめ。アデリーペンギンだっつってんだろ。再就職先、離職票ももらったし、これで退職手続きが整ったな。何がおかしい。お前たちの退職したいという意思は伝わった。せいぜい転職先で頑張るといい。我が某企画の子会社でな。どういうことだ。実は某企画と国は結託していてんな。日本中の会社は全て某企画が買収済みだ。たとえ辞めても行き着く先は某企画。残念だったな。そんな。やっぱり僕らに逃げ道はないんだ。諦めるな。会社がないなら作ればいい。俺たちは一人でも会社を起こせる。個人事業主になれるんだ。その瞬間、ペンギンの言葉が日本中の社畜の脳に直接響く。俺は退職する。個人事業主に俺はなる。さあ立ち上がれ、俺たちは自由なんだ。会社なんてやめてやら。うるさいうるさいうるさい、やめろ。これが俺たち労働者の気持ちだ。やだ。お前はもう死んでいる。何ばひどば。これでお前たちは自由だ。ありがとうペンギン、早速転職先を探しに行くよ。何が起こったの。あれは俺は仕事を辞める。きっとペンギンの呼びかけで全国の労働者が会社を爆散させてるんだ。そんな、どうしましょう。何とかしてよペンギン。俺の仕事はお前らを辞めさせることだけ。あとは自分の力で何とかしろ。そんな、僕たちこれからどうすればいいんだよ。マンションのエレベーターで誰か乗ってきたら気まずいよね。あるある。次回、同じマンションの人がエレベーターに乗ってきた月曜日。だからパンダ以外使用禁止の張り紙貼ったんだ。お前がやったってすぐバレるな。特報。おいパンダ。何ですか。ペンギンが雑誌にすっぱ抜かれたらしい。なんですって。どうやら5月に発売されるらしい。転売のスキャンダル、許せねえ。その通りだシャチ、これは我が社の信用問題に関わる。いや絶対シャチ君違うベクトルでしょう。真偽を確かめに行きましょう。ちょうどここにタイムマシンがある。よっしゃ、これで発売日に行きますよパンダさん。なんで僕まで。着いたぞ、ここが発売日、5月31日だ。ありました。これは TJ ムックスイート特別編集、抵抗ペンギン社畜スマホショルダーブックじゃないか。なに、抵抗ペンギン初の付録付きファンブック、スマホがすっぽり入る社畜スマホショルダー。ちょっとしたお出かけにぴったりで社畜アピールにもおすすめだよ。全然スキャンダルじゃねえじゃねえか俺これ。表紙モデルはあのみちょぱさん。5月31日から全国の書店オンラインストアで発売開始。税込み2255円。どうぞ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの。俺が胸にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。